解放。とことんとことん、チョベット解放区の酒井です。本日はですね、作業場の工具の収納方法ということで、まあちょっとお話をさせていただきたいんですけど、まあですね、一応ですね、最近ちょこっと掃除をして始めているんですよ。で、その中で、僕はこう知らなかったことが一つあって、そのまあ知らなかったことっていうか、その、要はまあ、片付けの仕方なんだけど、なんかそういうのが俺多分苦手っていう部分もあるんだけど、知らなかったんで、まあ、そういったことを含め僕はちょっとこうその収納というか工具をどういう風に収納しているのかっていうことで、もうなんかアイデアになればいいかなと思って動画作らさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、 DIY、 バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと同時ですね、動画のグッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりますのでお願いします。 LINE で公式 LINE とオープンチャットっていうのも作ってますので、登録していただいて皆さんで盛り上がれたらいいなと思ってます。はい、では収納方法ということで、まあこれまあちょっと今日新しい撮り方してるんで、ちょっと勝手がうまいこといかないかもしれないですけど、僕がその最こうここ掃除して初めて分かったっていうのがあるんだけど、これ見てください。これなんですよね。これちょっと伸ばして見える、見えてる、見えてる。ここにさ、これをこれ今上の方見てるんだけど、ここにもともとここのものが全部置いてあったんですよ。うん、全部置いてあったんですよね。うん、だからこれをすることによってめっちゃなんかさ綺麗になったし、まだまだ置ける感じだ。もうぐっちゃぐちゃに置いてあったわけ、まだまだ置ける感じがこう出てきたわけなんですよね。で、このこれっていうのは、ちょっと待ってよ、ここにも置いたんですよね。ここ、これ、こういう風に、これはまあ GoPro のなんかを入れるものとかさ、これまあちょっと使ってないまあ素材的なものを入れる箱とかで、これがちょっと今作業してるものとか、なんかこういう風にしてるんですよね。こうすることで全然変わったの。うん、これちょっとすごいなと思って。で、これはこのこれ全部100均です。これは100均の蓋があるやつもあるの。蓋があったらこの上にまたこれを詰めるっていうやつなんですよね。うん、作業場100均これいい、すげえ俺いいなと思ってさ。で、次ね、うん、次、そうで、これ今、あ、いやね、この姿この姿になってるんだけど、まあ、作業中なわけよ。うん、で、作業がやってると外した部品とかね、ほら、ここに外した部品あるでしょ、ここにこれ外した部品がこうなっちゃうわけで、空いてるこのボックスをちょっと用意してあるわけ、ここに置いてあるわけ。うん、で、ここのボックスに入れてやるの、あれを、うん、これをさ、これをこうやって入れとくの、うん、こうやって、そう、こうやって入れとくと、綺麗にちょっとまあ片付いて見える、うん、そう、そんな感じでやるっていうことを最近知ったんですよ。ここね、これ。こことかで、あとまあまあ工具、あ、ここちょっと掃除しないとか、これ昨日使った工具だで、もう一つおすすめというか、この壁にかける、これもめっちゃいいですよ。これ動画作ってるんで貼っときますんで見てみてください。100均でこれも全部作ってます。これめっちゃいい、マジで。もうなんかこれをこのさ、このこれ適当にピピピッとこの穴に入れときゃババッてかけれるから、めっちゃいい、うん、で、あともう一つおすすめはこれ磁石、これはめっちゃいいよ。収納と、収納っていうかあれとして、うん、
収納としてはめちゃくちゃ。ここに1個あるからね、これね、これ、これをさ今度ここにつけて、うん、これも磁石になってるの。こうやってこれこうやってくっつけたりとか、うん、これも結構使う。磁石はね、壁につけるって結構良くて、うん、こういうとこにさピタッてつけてさ、なんかつけたらいいことな、うん、でここ収納といえばここね、こうまとめとく。ケミカルとかベルハンマそうで、あとなんか、そう、あとこれ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 も結構使える。ドライバー差し、ドライバーとかさ、こう、まあこう握りもんもそうなんだけど、めっちゃかさばるわけよ。うん、こう、このドライバー、これも磁石になってるよ。めっちゃ硬い、ちょっとほらね、うん、磁石になってるから、こういうの結構あのアストロで売ってるからさ、結構こういうのいいと思う。うん、であとこれね、今何もついてないんだけど、壁にこういったもの、これがあるとかけれたりするから、こういうのもいいかもしれん。うん、そう、収納って大体そういうとこだよね。うん、大体こんなもんかな。うん、でまあ工具箱は工具箱だよね。まあこういった形で結構この、このなんちゅうの、これもビット入れ、使うビット、よく使うビットとかこう入れとくようなやつ、結構磁石関係、壁いいのかなと思います。はい、本日はちょっと自分作業場を少し今掃除中なんで、でまあその中でちょっと気になるというか、あ、この箱に入れるとか、そういうの俺気づいちゃったんで、それをご案内しました。はい、ありがとうございます。